スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV チェアホンと椿です。よろしくお願いします。お願いします。椿さん、今日なんですけれども、はい、Xperia 10 Mark 2か Galaxy A41 どっちを買うべきかっていう動画を撮っていきたいと思います。どちらも低価格で人気のスマートフォンになっているんですけれども、まあどっちをね買えばいいのか、まあ悩む方も結構多いと思うんで、今日はねそんな悩みを解決できればなと思っております。このチャンネルでは最新のスマホを買ってどんなスマホなのかを紹介しています。スマホ選びに悩んでる人、どっちにしようか迷ってる人にも分かりやすいよう比較なんかもしています。それではやってみよう。それではまず Xperia 10 Mark 2がどんな機種なのかっていうと、ソニーモバイルが展開する最新のミドルレンジモデルとなっております。 Xperia のミドルレンジとしては初となるですね、有機 EL ディスプレイを搭載、万能なトリプルカメラや使いやすいサイズ感と軽さが魅力な1台となっています。国内ではドコモ、 au、 Y モバイルなどから販売されております。続いて Galaxy A41 の特徴なんですけど、サムスンの最新のミドルレンジモデルになっております。値引きなしで約4万円ほどで購入できるコスパスマホとなっていて、最大4800万画素を含むトリプルカメラや安心のバッテリー持ち、 IP68 防水防塵やお財布携帯など欲しい機能が詰まった1台となっております。国内ではドコモや au、 ここはねXperia 10 Mark 2と同じなんですが、Y モバイルではなく UQ モバイルが取り扱いをしております。まあそんな2台なんですけれども、はい、それではですね、早速比べていきたいと思います。まず分かりやすいところでデザイン比較をしておきたいと思います、はい、まず前面見ていきたいんですけど、前面どうですか椿さん。どっちも綺麗だよね。はい、実際どちらも使ってみたんですけど、うん、どっちもねやっぱり結構ミドルレンジとしてはしっかりデザインされてるなっていう感じなんですよね。うん、個人的に好きなのは10 Mark 2かな。実はですね、僕もどっちのディスプレイデザインが好きかって言われるとね、 Xperia 10 Mark 2の方が好きで。あ、そうなんだ。はい、理由としてはノッチがないんですよね、カメラのところね。はい、まあベゼルがある分ちょっと狭くなっちゃうんですけど、まあ、僕的にはね、ベゼルがあった方が画面としては見やすいのかなと。うん、狭くなると言っても21対9ですもんね。なんですよね、まあ十分っちゃ十分なんですよ。 A41 は発色がすごい綺麗で、10 Mark 2も発色綺麗なんだけど、ガラスみたいな綺麗さが別にあるっていう感じだよね。そうだね、なんか深みじゃないけど、うん、高級感があるというか、全然違う質感なんだよね2台が。そうなんですよね、だからこの辺もぜひね実機を見比べて見た方を選ぶといいのかなと思います。続いて背面デザインなんですけど、背面デザインさ、どちらも結構良くないですか。僕はね結構いいなって思ってるんですけど、私は A41 の方が好きかな。椿さん、オーロラ系が好きですもんね。だし10 Mark 2はカメラの周りになんか丸があるじゃん。あー、確かに確かに、あれが気になるなと思った、はいはい、僕ね Xperia 10 Mark 2のこのポップで可愛い感じ、まあ、今回僕はミントを購入したんですけど、うん、すごく可愛くて僕は好きなんですよね。カラーリングがいいよね。はい、で背面の特徴として Galaxy A41 は両サイドがエッジがかってるんで手にフィットする感じがあります、うん、で逆に Xperia 10 Mark 2は手にフィットするかって言われるとまあそうではないんですけど、横幅は結構狭いんで、うんうん、十分手に収まる感じはあります。どっちが持ちやすいかっていうと、そのラウンドしてることで A41 かなと思ったんだけど、うん、10 Mark 2はすごい軽いから。そうなんですよね、軽さがね、持ちやすいかな。それではですね、ちょっと詳しくディスプレイとそのサイズ感について見ていきたいんですけど、 Xperia 10 Mark 2ディスプレイサイズが 6.0 インチ有機 EL ディスプレイ搭載してます。 Galaxy A41 6.1 インチの有機 EL ディスプレイ、まあ、実はねどちらも有機 EL ディスプレイなんですよね。縦に長いのは Xperia 10 Mark 2、はい、実はね横幅は10 Mark 2の方が狭いんですよね。だから持ちやすいのもあるのかな。はい、僕はかなり影響してると思います。であと重さ見てほしいんですけど、先ほど言った通りね約 10g ぐらい違います。はい、10 Mark 2が 151g、 A41 が 160g となってるんで結構違いますよね。そうなんですよ、スマートフォンでね約 10g ってのはやっぱ結構違うんですよね、持った感じが、うん、合う合わないはあると思うんで、その辺はね持って感じてもらった方が早いかなと思います。でバッテリー容量実はねそんなに変わらないと。確かに。はい、でちょっと注目してほしいのは、さっきね重さが 10g A41 の方が重いって言ったんですけど、はい、実はね A41 の方がバッテリー容量は小さいんですよね。ああ、そうだね。はい、まあ、だからその辺の技術力っていうのもなかなか今回 Xperia 10 Mark 2頑張ってるんじゃないかと個人的には思っておるんですけれども、で実際バッテリー持ちどうなんだっていうところ皆さん気になると思うんですけど、 YouTube1 時間垂れ流してみたところ、どちらもですね 100% から 6% 減って 94% でした。どっちもすごく持つんですけど変わらないと。どちらもバッテリー持ちがすごくよくって1日はね十分正直使えて、そこは安心して選んでもらえればなと思います。
続いて動作をちょっと比較しておきたいんですけど、僕ね、あの Xperia X Mark II と Galaxy A41 を選ぶ一つのポイントがこの動作だと思っていて、大きなポイントですよね。はい、本当に大きなポイントです。で、Xperia X Mark II CPU Snapdragon 665、Galaxy A41 MediaTek Helio P65 っていうのを搭載してます。うん、まあ皆さんよく聞くのはやっぱり Snapdragon だと思うんですけど、MediaTek この Helio P65 も海外ではよく搭載をされてる CPU なんですけど、Galaxy に搭載されるのは結構珍しかったりします。じゃあどのぐらい動くんだっていうとこなんですけど、やっぱりね、使った感じは Galaxy A41 の方が体感もっさりします。一応ね、海外のこの Snapdragon 665と MediaTek Helio P65 の評価っていうのが実はね、ほとんど変わらないんですよ。はい、同性能とほぼ言われております。ただね、やっぱ実際使ってみると、やっぱ Snapdragon 665の方が Android に最適化されてるのか、その Xperia X Mark II に最適化されてるのかはわからないんですけど、使ってみるとね、やっぱり X Mark II の方がよりね、快適に使えておりました。ベンチマークスコアを見てもですね、実はあの Snapdragon 665の方が点数は高いです。で、 Galaxy A41 も決して悪いわけじゃなくって、気持ちいい、あのアプリの切り替えとかがワンテンポもっさりするっていう感じなんですよね。例えば電話とかメール、ウェブ検索、 LINE とか、この辺だったらね、正直どちらでも問題ないです。ただゲームとか、まあ少しでも快適にってなった時は Xperia X Mark II の方が僕はね、今回はいいのかなと思っております。それでは続いてカメラ性能を比較していきたいんですけれども、どちらもトリプルカメラを搭載をしております。 Xperia X Mark II 1200万画素の広角、800万画素の超広角、800万画素の望遠カメラを搭載しております。 Galaxy A41 約4800万画素の広角、800万画素の超広角、500万画素の深度カメラという構成になっていて、実際ね、それぞれあのカメラを取り比べてみたんでちょっと見ていきたいんですけれども、まず広角カメラで撮影した写真を見ていきたいんですけど、はい、どうですか椿さん。なんかちょっと違うね、雲の感じとか影の感じ、うん、あと明るさが違うよね。はい、はい、明るく撮れるのはやっぱり A41 なのかなって思います。この辺はね、うん、ギャラクシーらしさが出てて、うん、ただあのハイエンドのギャラクシーって最近ねちょっと盛り気味になるんですけど、ギャラクシー A41 は自然に撮れる感じになっています。そうだね、はい、あの持った感じは特にしないですね。で、 Xperia X Mark II はより自然に撮れますあのだいぶね、日が傾き始めていたタイミングで、そうだね、はい、実際目で見た感じはXperia X Mark II の感じが合ってます。夕方の感じするもんね。はい、でちょっと明るく撮りたいなっていう人は Galaxy A41 の方がやっぱ明るく撮れるのかなと思います。続いて超広角見ていきたいんですけど、超広角はね、これねだいぶ違って、あの特に Galaxy A41 の超広角の写真見てもらえると、空の青さが結構持ってるじゃないですか。これはハイエンドみたいな感じですね。そうなんですよ、絵作りがこれはハイエンドに近いというか、うん、なんでこの絵だけこっちだけそっちに合わせてるのかなっていうのがちょっと疑問だったんですけど、広角と超広角で色味が違う写真が撮れちゃうわけですね、はい、そうなんですよ。これがね、個人的にはちょっと使いづらいのかなって思っちゃったんですよね、逆に。まあ好みが分かれそうですね。うん、まあ、とはいえ、あのやっぱりシャッターを切って、まあ、結構そこそこ撮れるっていうのはやっぱりギャラクシーの強さではあったんで、この辺はねすごいいいなって思ったんですけど、自然に撮りたい人は X Mark II だし、そうですね、うん、ちょっと明るめで超広角は持った感じが好きっていう人は A41 みたいな、ね、そうですね、まあ、まさにその通りで、うん、はい、続いてズーム撮影した写真を見ていきたいんですが、 Xperia X Mark II については望遠レンズを搭載しています。広角ズーム2倍、デジタルズーム最大10倍が Xperia X Mark II、 Galaxy A41 はデジタルズーム最大8倍となっています。 Galaxy A41 については望遠レンズはないんで、ね、そこはちょっと注意が必要っていうのと、はい、望遠に関してはやっぱりね、Xperia X Mark II は僕はねいいと思っております。あのデジタルズーム8倍の GalaxyA41 の写真、ちょっと粗めになってるの分かりますかね。うん、確かにちょっと粗い感じしますね。はい、まあ、明るくは撮れてはいるんですけど、うん、やっぱり、ね、ちょっと粗いなっていう印象があって、 Xperia X Mark II の方がやっぱりよりね、あの粗さがないと、ただちょっと暗さはあるのかなって思っちゃったんですよね。そうだね、難しいところですね、はい、まあ、これ難しいところで、やっぱりあのこの辺はねミドルレンジモデルだなっていうのをちょっと感じました。続いて夜景撮影です。どちらもですね、オート撮影で撮影してるんですが、僕が使った感想としては、正直ね、どちらも夜景暗所には強くない、強くない、はい、強くないと僕は思っております、うん、
空の色味も違うよね。やっぱりちょっとあの色作りが違って、まあ、どっちが本当なんだろう。ギャラクシー A41 のが近い。そうなんだ、うん、感じがありますね。でエクスペリア10マーク2の夜景写真、なぜかね光の線が入っちゃってて、あー本当だね、うん、この辺がね暗所撮影が弱いかなって思った理由なんですよね。エクスペリア10マーク2でナイトモードで撮影した写真を見ていきたいと思います。まあ、確かに明るくはなってるんですけど、先ほどと同じように光の線が入ってるの分かりますかね、うん、何度か撮影したんですけど同じように線が入ったりとか、まあ、あとはね結構ナイトモードを搭載してる割には粗さが出ちゃってノイズが乗ってるような感じになっちゃうんですよね。確かに。で Galaxy A41 はナイトモードがないんで結構暗いんですけど、まあ、この辺はさ結構好みだったりするのかなと思ったり。そうですね、はい、します。まあ、自然なあの、まあ、暗さを取れるなら Galaxy A41 でいいのかなって思うんですけど、まあ、ただナイトモードはねやっぱあってほしかったなって思いますね。 S20 シリーズでナイトモードを搭載してるんで、まあ、ナイトモードあったらもっと面白かったなって個人的には思ったんですけど、とりあえずあの結論としては暗所撮影はどちらもそこまで強くはないで、あまり期待しない方がいいかなと思います。日中の写真についてはそれぞれね良さが出てるので、どちらもね好みはやっぱりあると思うんで、そこはね自分に合わせたものを選んでね手に取ってほしいと思います。それでは続いてスピーカー、どちらもですねスピーカーモノラルスピーカーを搭載しております、うん、でイヤホンジャックもどちらも搭載をしていて、音質なんですけど音質は今回 Galaxy A41 のがいい。そうなんだ。はい、まあ、こんな感じでねそれぞれ聞き比べてもらったんですが、やっぱりねあの音のクリアさっていうのは Galaxy A41 の方があるのかなと思います、うん、でただねさすがに Galaxy S20 シリーズのようなあのハイエンドモデルのような迫力はねやっぱりモノラルなんでないんですけど、まあ、そこまでいかずとも、まあ、そこそこクリアな音が出てるのかなと思っております。で逆に Xperia 10 Mark 2はちょっと物足りない、こもってる感じも若干しますよね。そうなんですよね、やっぱりねもっとソニーの音作りっていうのを全力でこの辺もしっかりやってほしかったなっていうのが正直なところでまああの次期モデルにねぜひ期待したいと思います。その他仕様についてはざっくりまとめておきました。まあ大きな違いとしては顔認証指紋認証のあたりなんですけど、 Xperia 10 Mark 2は顔認証にはね対応してないんで、うん、そこはちょっと注意かなっていうところと、 Galaxy A41 は指紋認証対応してるんですけど画面内指紋認証なんですよね。で指紋認証についてはより快適なのは Xperia 10 Mark 2の方が快適。あそうなんだ。はい、画面内指紋認証のこの Galaxy A41 はなんかねちょっと指紋認証が精度が悪かったりとか、開くまでにちょっと時間がかかったりとか、はい、するんで、ここはねちょっと好みが分かれるかなって個人的には思ってます。めちゃくちゃ遅いわけではないんですけど、より早いのは Xperia 10 Mark 2って感じです。最後価格の違いだけ見ておきたいんですが、まあ、こんな感じでそれぞれね価格が出ておりまして、まあ、Y モバイルがね Xperia 10 Mark 2ちょっと高いんですけど、はい、ドコモとかだとね Galaxy A41 と Xperia 10 Mark 2ってほとんど変わらないんですよね。ああ、本当だね。はい。って考えるとドコモで買われる方にとっては、まあ、あの本当に価格差というよりかは自分に適している方を選んだ方がいいのかなと思います、うんうん、au とかやっぱり i モバイル、あとは uq で買われる方っていうのは、まあ、それぞれね特に uq なんてのはすごく Galaxy A41 が安くて、うん、本当だね、はい、明らかに安いんですよね。なんでそうなった時に、まあ、どうするかっていうところで、まあ、単純に価格だけ全体的に見ると Galaxy A41 が安いのかなと思っております、うん、どうします椿さん、この価格差だったら。難しいね。でも各社割引もやってたりするじゃないですか、はい、なので、まあ、割引使ったとして考えると、はい、私は10マーク2かな。なるほど、やっぱりね、うん、多分椿さんそっちじゃないかと僕は思ってて。あ、本当に？で僕もね10マーク2なんですよね。あら、はい、まあ、ちょっと最後まとめていきたいと思うんですけれども、はい、Xperia 10マーク2 Galaxy A41 ここまでね比較をしてきたんですけど、 Xperia 10マーク2を買うべき人はこんな人、より動作が快適なスマホを探してる人、はい、軽くてバッテリー持ちがいいスマホが欲しい人、本当にこの2つ、まあ、本当にこの2つなんですよね、うん、でもちろんねあのバッテリー持ちについて
ては、まあ、どっちもね、正直いいんで、まあ、ここについてはあんまり気にしなくてもいいんですけど、やっぱり軽さはね、Xperia X Mark II、素晴らしいところがあって。ちょっと縦長だなと思ってたんだけど、うん、すごい軽いから、そこまで気にならないかなって。っていう印象だった。意外とね、使ってみると使いやすいんですよね。うん、1マーク2はちょっと無理なんだけど10マーク2なら持てるあ、もう本当にその通りです。まあ、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。で、続いてギャラクシー A41 買うべき人はこんな人。できるだけ価格が安いスマホが欲しい人、うん、使いやすいカメラを求めてる人、セキュリティ機能が豊富なスマホがいい人。まあ、ギャラクシー A41 の特徴として、セキュリティ機能はね、やっぱりギャラクシーらしい、まあ、顔認証と指紋認証どちらも搭載してたりとか、うん、そっか、はい、あとはね、使いやすいカメラ、ギャラクシー A41 の方がよりね、シャッターを切っただけで、まあ、綺麗な写真が撮れるんで、明るいからね。はい、そうなんですよ。まあ、より使いやすいかなと思います。 Xperia X Mark II もね、悪くはないんですけど、やっぱりね、多少明るさを調整したりとかっていうのはね、必要になってきたりするんで、その辺を考えるとギャラクシー A41 の方が使いやすいのかなと思いました。うん、まあ、ぜひね、こんな感じで、まあ、それぞれ合う合わないは絶対あると思うんで、自分にね、合いそうな方を手に取ってほしいなと思います。皆さんはね、どっちを買うか、ぜひね、コメントお待ちしております。それぞれのレビュー記事もブログで公開しておりますので、概要欄に貼っておきます。ぜひね、そちらも合わせてチェックしてみてください。もしこの動画がよろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。